この枠はファイナルファンタジー4ジャフターイヤーズ月の期間のプレイ配信となっております。今回は第2回目ですね。前回は初回ということで、まあ、物語全体の一番最初にプレイすることになるセオドア編というのをここまで進めてきました。現在はまあなんやかんやあってミシディアの町からバロンへ向かうデビルロードを抜ける最中ですね。セオドア編だけで言うとだいたい中盤ぐらいまで来たかなといったところです。現在のメンバーはセオドア君と謎の男ガリ、あとはミシディアが案内のためについてきてくれたシロマさん、クロマさん、この4人だけですね。とりあえずこの4人でまずはデビルロード抜けましょうかね。というわけでいきます。だいたい一つのシナリオがクリアまでに 2,3 時間かかるかなっていったところなんですけど、今回の配信でとりあえずセオドア編はクリアできるかな。時間が余ったらもう一つ、まあ、次の章の攻略も進めていきますけど、どれぐらい時間かかりますかね。前回も解説しましたけど FF4 と違ってですね、このジアフターオートにすると戦闘が2倍速で進みますので、だいぶサクサク敵を倒していけるようになりました。ただちょっとオートコマンド調整が難しいので、なんというか間違えるとなかなか戦闘終わらなくなっちゃいますね。クロマさんは全体ブリザーで、シロマさんは全体ケアルラにしましょうかね。みんな HP 増えてきましたし、残り2人はもう普通に切っていくだけにしましょう。セオドア君どんどん強くなってきますね。モンスターを500匹討伐した、別のデータと合わせて500匹ってことなんですかね。1回に出てくる敵の数が多いですけど、まあ、クロマさんの魔法が強いのでそこはどうとでもなりますね。火力は基本的にガリとクロマさん、この2人が頼りになりますね。セオドー君は正直言ってまだまだ弱いです。装備がまずそんなに強くないですからね。早いとこ新しい武器とか持たせてあげたいですけど、光っている床に乗ると勝手に何か移動してしまうのでちょっと面倒くさいように見えますけど、迷路のように見えて実はほぼ一方通行のマップですので、あまり深く考えずに移動して大丈夫ですね。すんなり片付きました。ガリがレベルアップ。クロマさんとシロマさんはどれだけ戦ってもレベルが上がらないみたいですね。セオドア編で成長するのはセオドア君とガリだけです。シロマさんが倒れた、これはまずい。まあでもあとちょっとでこのデビルロード抜けられますので、ちょっとシロマさんには悪いですけど、フェニックスの節約するためにもうちょっと倒れたまんまでいってもらいましょうか。一応回復はセオドア君もできますからね。白魔法使います。というかクロマさんの MP もなくなってるのか、これだとちょっと戦いにくいな。エーテル使っときましょうかね。あとちょっとで抜けられそうではありますけど、これでよし。回復はセオドア君にやってもらいましょう。これでいいかな。よし、じゃあ行きましょう。
作ですね。白間さんが倒れてる分、経験値配分一人当たりが多くなるから、これはこれで、なんだろう、攻略法としてありかもしれないですね。さあ、これで抜けられましたかね。やっとたどり着きました、デビルロード抜けて。バロンですね。年頃の王子様がいらっしゃるのよ。あら、あなた、はい、噂の王子様ですね。セシル様たちのおかげで平穏が続いています。竜騎士のカイン様は行方不明とのことですが、どこにいるんでしょうね。カインはどこへ行ってしまったんでしょうか。国民に慕われてる王様ですね、セシルは。魔物の大群を軽くやっつけちまうなんて。前回の配信でバロン城、魔物の群れに攻め込まれてましたけど、あの後、持ち直したんですかね。私の記憶ではセシルは、バハムートにメガフレアで焼かれて、即死してましたけど、あの後どうなったんでしょうか。街を出る前にちょっと、街の探索だけ、先にやっときましょうかね。あ、どうもこんばんは。コメントいただいてました。たった今、前回配信を終えたデビルロードを抜けまして、バロンの街にたどり着いたところですね。この後ちょっと街を出てからバロン城に行って、あら、移動してた。月齢が変わりましたね。上限の月は、白魔法の威力が上がって、黒魔法の威力が下がる。そういう、なんだろう、状態になるそうです。街の確か外側にもアイテム落ちてましたね。北西にあるのが義士、シドの家。シドさんの姿を見てないな。シドさんはローザを連れてバロンを脱出したはずなんですけど。あの二人もどうなったのか気になるところですよね。あら、街の外に出てしまった。宿屋にも一応寄っときましょうかね。100ギル。お金だいぶ貯まりましたね。よく考えたらセオドア編始めてから一度も買い物をしてなかった気がしますね。満月になったので、戦うの威力が落ちますかね。宿屋の2階に確か宝ありましたね。いただいていきましょう。王子様の特権で国民の宝を全ていただいていきます。バロン城どうなったんですかね。何があろうともセシル様に任せておけば安心。まあ強いですからね。僕はもともと天涯孤独の身、ローザのセオドア様というご家族ができて、そうですね、お兄さんは月へ帰ってしまいましたけど、街の北西、外側、行けましたよね。さっきちょっと向かおうとしたらマップの外側に出てしまいましたけど、ここギリギリ通れば、外に出ずに移動できるかな。まあ、行けましたね。この辺で確かアイテム拾えませんでしたっけ？違う、ここかな？あ、あったあった。500ギル。フェニックスも、いろいろ落ちてますね。打ち出の小槌。小人を直すアイテムですね。さあ、とりあえず探索終わりましたね。倒れてた白間さんも回復して。じゃあ、お城行きましょうか。お城に入れてくださいよ。敵はまだまだ雑魚的ですね。ただいま帰ってきました。何人たりとも通してはならぬ国王の命です。王様、前回メガフレアで倒れてませんでした？
僕だ、セオドアだ。王子様のお帰りですけど、何人たりとも通してはならぬ。それしか言えんのか、わからんのか。行くぞ、セオドア。ガリは諦めてありましたね。時間の無駄だ。門番も同じことしか喋ってくれませんからね。ちょっとお待ちくださいね。ノイズがまたちょっと出てきたかな。これでちょっと収まりましたかね。兵たちの様子が変です。顔色が、おかしいと思いますけどね。あの時と同じ。町にある水路を使えば城へ侵入できるはずだ。町の水路、FF4 でも使いましたね。管理している者がいるだろう。町を当たろう。FF4 でもバロン城がカイナッツ王に乗っ取られていた時、町から古い水路を通ってお城の中に潜入しましたね。水路の鍵、今作ではシドさんの、なんだろう、ご家族が管理しています。セオドア様、水路の鍵ですか。シドさんから預かってたんですね。ありがたく使わせてもらいましょう。お城にいるんでしょ。無理しないように。すいませんね、ちょっと装備をいただいてました。この子はシドのお孫さんですか。幸せですね、シドさんも。とりあえずシドさんのお宝いただいていきましょう。エッチな本、あら、シドさんから。年をとっても元気ですね、シドさんは。セオドア君にはまだ早いかな。見たところまだ10代半ば前半ぐらいですしね。アイテムは買っておくべきか、ちょっと見てみましょうか。ポーションやテントがいっぱいあるなら大丈夫だと思いますけど、今のところは大丈夫ですかね。装備品は買わなくて大丈夫です。もうお父さんからいただいていますので。しかしか、そうだ、町の水路から行かないといけないんでした。ダメですね。シドの娘さんかな、鍵を渡してくれたのでここで使いましょう。お願いします。前作と同じでここにもまた隠し通路あります。宝も復活してますね。2000ギルいただいておきましょう。昔の水路ですね。隠し通路が結構多いので迷いやすいですけど、まあ気にせず進んでいきましょう。確か外側に宝箱ありましたね。ユニコーンの角。この辺の敵はみんな雷に弱いんですけど、一部ですね、雷を吸収する雑魚敵が出てきますので、ここでもクロマさんは全体ブリザラで倒してもらいます。ブリザラ系はワニによく効きますからね。とか言ってたらクロマさんが倒れてしまった。ちょっと生き返らせてあげましょうか。生き返れ。攻撃が打たれ弱い人に集中するとやばいですね。敵の数も多いですし、とりあえず回復してあげましょう。よし、600ギル、お金がだいぶ集まりますね。なんかやばそうなのが出てきました。セオドア君も切りつけていいか。
ヒロマさんはこのままだとオートにするとひたすらレイズを使い続けるので、ちゃんとケアルラ使わせた上でオートにしないといけませんね。この辺がちょっとジアフターのオートしようとしてめんどくさいですけど、 FF4 みたいにメニュー画面でオートでどういうことするかっていうのを設定できたらもうちょっと楽だったんですけどね。どんどん奥に進んでいきましょうか。ブリゼラ結構強いですよね。まだまだ進んでいきます。このフロアは隠し通路なかったかな。この次からですね。津波、白間さんがちょっと危ないですけど、やられましたね。マジか。この辺の敵こんなに強かったでしたっけ。ああそっか、今満月だからか。満月になると敵の物理攻撃の威力も上がるので、ああせっかく生き返らしたのに。とりあえずセオドア君に生き返らしてもらって、あと回復ですね。行きましょうか。奥に行くならここから右の隠し通路を抜けないといけないんですけど、ちょっとだけ宝箱を回収していきましょう。はい、ポーション。あとこっちからも行けましたかね。不意打ちだ。敵が物理攻撃メインで、なおかつ今満月なので、一方的に殴られるとやばいですね。津波の威力は逆にそんなに高くないですけど、耐えきれるかな。これはクロマさん、一撃で持ってかれましたね。テントとかを使えば月齢を進めることができるんですけど、セーブポイントがもうちょっと先なので、それまでは我慢するしかないですね。それかも思い切って逃げるか、どっちかですね。とにかく今ちょっと肉弾戦は危ないです。宝箱に魔物が、マジでちょっと強そうですよねこいつは。グロトカゲ、こいつは炎に弱いんだったかな。前作だと確かこいつは炎に弱い敵だった気がする。違った、氷かじゃん。記憶力がもうなんだろう、当てになりませんね。セオドア君が石になったので直して、クロマさんはブリザラーですかね。ブリザラか、ファイラじゃなかったんですね。殴るたびに石化にらみで反撃してくるので、急いで倒さないと面倒ですね。サンゴの剣、これはセオドア君に
持たせることできますね。よしよし、じゃあ行きましょうか。割と危なかったですね。クロマさんの MP もまたなくなりそうですね。セーブポイントとかで回復できるといいんですけど。よし、急いでいきましょう。もう配信始めて20分ぐらい経ったんですかね。なのにまだダンジョン一つも抜けられてないっていうのはちょっとペースとしては遅いですかね。ここにも宝がありましたね。万能薬。下の方のマップは確か宝がないですね。なのでそのまま次のフロア行きます。ケアルラでクロマさんしか回復しなかった。全体がけじゃなくなってますよね。クロマさんの MP なくなったのでエーテル使っときましょうか。もうちょっとで抜けられますかね。ソーマの雫、最大 MP を10増やすアイテムですかね。ここは左？セーブポイントですか。セーブの横に宝がありますね。銀の砂時計。一応セーブの前にテント使いますか。今作ではテントとかコテージ結構重要ですね。こうして月齢を進めるアイテムとしても活用できますので。よし、じゃあ行きましょうかね。サンゴの剣を持ってからセオドア君もだいぶ戦力が上がりましたね。バロン城に着きました。無音ですけどね。 BGM ないのはちょっと嫌ですね。なんていうか怖いというか。あと前回の配信で指摘されてたホワイトノイズが目立っちゃうので無音はやめていただきたい。確かこの辺にアイテムがあったような。千ギル大金ですね。お城の中に入る前に白間さんと黒間さんの送別会をしておきます。ありがとうございました。全くの無音ですね。ちょっと心配になるレベルですけど。父上、母上、お前の両親も城にいるのか。そうですね。名は、父はセシル、母はローザと言います。はっ。どうした、ナガリさん。いや。ガリさんは心当たりがあるようですが、一体彼は何者なんでしょうね。僕は先に様子を見てきます。
用心しろ。うん。誰もいませんもんね。セオドーと別れた。白間さんと黒間さんがすごい気まずそうに見てますけど、どうしようこの空気って。我々の務めはあなた方をバロンまでお連れすることでした。うん、そうでしたね。何か不穏なことが起こっているようですが、うん、この異変をミシリアに伝えねばなりません。うん、助かりましたね。ブリザラとかケアルラ、お世話になりました。ありがとうございました。気をつけて帰ってください。装備剥ぎ取りましたけど。うん？人の声が。地下牢に。兵士たちが地下牢に放り込まれてますね。開かない。セオドアが、そうですね、一人だと危ないと思いますけど、ここからガリを操作することになりました。まあでもやることはないので、まっすぐセオドア君のいる場所まで行きましょうかね。本当に誰もいないんですね。このお城が無音っていうのは本当に怖くなってきますけど。王の間には誰かいるんでしょうか。誰もいない。何も隠されてないですね。何者だ。誰かの声が。セシル、無事だったか。世界の平和は我がバロン王国が守らねばならない。変わったな、うん、雰囲気が変わってますよね。私を知っているのか。黙ってますけど。はぐれ者の物乞いなら早々に立ち立ってくれ。私も暇な身ではない。セシル、こんな冷たい人じゃないと思いますけど、あの後どうなったんでしょうね。セオドア君無事だった。誰の姿もありません。そのようだな。セシルがいたことは喋らないんですね。そのようだな。エンタープライズもありませんでした。シドさんたちは無事に脱出できたみたいですね。いつまでもここに留まるべきではない、うん、バロンはこれからどうなるんでしょうね。とりあえずお城から一回出ましょうか。どっから入り込んだ。早々に助かるのだ。特に咎められるわけでもなく、普通に返してくれるんですね。これから、うん、どうしましょうかね。エンタープライズを探します、うん。シドさんたちがどっかにいるかもしれません。あなたは、ガリさんは。
ジェオ。穏やかじゃない雰囲気ですけど、どこから入り込んだのか先ほど来客があった。では国王ご命令を。指示待ち？見知らぬ者だが多少気になる。見知らぬ者とか言われちゃってますね。世界の和平は我がバロン王国が守らねばならない。謎の使命感が。長いはできんようだな。ガリさんは追っ手の気配を察したんですかね。行くぞ。どこへです？ミストの洞窟、 FF4 の最初に通ったダンジョンですね。もうガリが主人公でいいんじゃないかな。ここでバンド技クロススラッシュが使えるようになりました。バンド技ジアフターで使える、なんだろう、合体技みたいなもんですね。セオドア君とガリの2人で使える必殺技です。まあでも使った後にですね、しばらく動けなくなってしまうので、あんまり連発はできません。ボス戦でとどめを刺す時とか、そういう場面で使うのいいかもしれませんね。せっかくの謎名乗りなのにガリさん、でもなんか謎の男さん、謎の男さんって呼ぶのもなんか喋りにくいので、まあ、適当にガリさんと呼んでおりますけど、謎の男さんは一体何者なんでしょうね。正体が気になりますね。だからここにも兵士が、何人誰とも通してはならぬ国防の、それしか言えんのかこいつら。人誰とも通しはならぬ。分かった。油断するなよセオドア。辞任に口なしです。あっさり倒せましたね。兵は魔物に。ちょっとガリさん、今の一撃で結構持っていかれたので回復だけしときましょうか。さあじゃあ通りますかね、ミストの洞窟。前作ではもう本当に一番最初のダンジョンだったので、すんなり通り抜けることができましたけど、洞窟が揺れてますね。何が起ころうとしているのか。クロマさんがいなくなって魔法で一気に片付けることができなくなったので、ちょっとなんだろう、戦いづらく感じますね。まあでもガリー十分強いですし、セボダー君の回復魔法もあるので、まだなんとかなりますね。ガリーはレベルアップ、セボダー君もレベルアップ。 S な覚えましたか。回復はどれぐらいのタイミングでやるべきなのかな。とりあえず進めていきましょうか。スチールヘルム、これはガリ、じゃあガリにあげましょう。また洞窟が揺れてますけどね。落盤するとまずい。急ぐぞセブは。はい、落盤。
ああ、メガトンコイン、セオドア。橋を渡ろうとしてる時点でフラグが立ってたような思うんですけど。セオドア君大丈夫か？歩けるか？頑丈ですね。大丈夫です。上に戻るぞ。はい。ミストの洞窟の地下2階、ジアフターで初めて行けるようになりましたね。前作 FF4 だと本当に地下1階部分を通り抜けるだけでしたけど、このマップはジアフターで追加されたマップとなっております。オーガの一撃がかなり痛いですね。セオドア君が危ない。バロンは魔物に乗っ取られすぎですよね。前作でもカイナッツ王たちに占拠されてましたし、今作でもあのありさまですから、もっと王様しっかりしてほしいですね。ガリは強い。どっちが主人公だかわからなくなるレベルですよね。静寂の鐘、これは全体にサイレスの効果でしたかね。敵の数が多いな。バンド技のクロススラッシュが確か単体攻撃なので、全体の敵を一掃するっていう使い方は、できませんね。敵一体を2人で切りつける技だそうですので、まあでもその分威力はかなり高いと思われます。ボス戦になったらちょっと使ってみましょうかね。とりあえず上まで戻らないといけませんね。確か途中で隠し通路があったので、まずはそっちに寄りましょう。ここですね。もうミニマップでこの隠し通路の存在がバレているので見つけやすいですけどね。こう行かないといけないか。アダマンタイト。このジアフターですね、全部で、なんというか、ストーリーが10個用意されてますけど、各ストーリーに1個ずつ、アダマンタイトっていうアイテムが隠されています。アダマンタイトは後々ですね、強力な装備品と交換できるので、まあ、忘れずに回収しておきたいです。ミスリルのコテ。ほうほう。セオドア君はセシルから剥ぎ取ったのがあるので、じゃあガリン。え、戻ってきちゃった。上には宝があるかな？こっちは違うっぽいな。ちょっと回り道していきましょう。できるだけ宝を回収してから進みたいですからね。
二人とも沈黙になってますね。セオドア君が沈黙なのはまずいか。キアルラとか使いませんからね。ねじり鉢巻きを落としてった。ちょっとまずは山彦草で回復して、あとキアルラですかね。ねじり鉢巻きは、防御面がちょっと下がりますか。まあいいや、とりあえずこのまま持っておきましょう。奥に進むにはですね、下の方の道を通らないといけないんですけど、こっち側に来れば宝が回収できますね。万能薬。ハリネズミの敵は、まあ、こいつに限らず、こちら攻撃するとカウンターで針を飛ばしてくるんで、かなり鬱陶しいですね。一撃で倒せたらいいんですけど。クロススラッシュのレベルが上がりました。バンド技の威力が上がれば待機時間とか威力が上がっていくので、まあ、バンド技使える組み合わせのメンバーっていうのは積極的に育てていくといいですね。まあ、使えないバンド技とかも一部ありますけど。めっちゃ吸血されてる。彼がレベルアップ。前作では結構成長してたはずなんですけどね。これも時の流れというか。さて、こっから上に戻れますかね。セオドア君がもうちょっと腕っぷし強ければ雑魚敵との戦いも楽なんですけど。ここはセーブかなですね。あら、懐かしい。ネミングウェイさんじゃないですか。おい、端から落ちてしまったのですか。それは災難でしたね。洞窟から出られますが、それまでは町に戻ることはできないと思います。セーブをする場合は注意した方がよろしいですよ。最悪積むってことですかね。ネミングウェイがここでいろいろアイテム売ってるので、ちょっと買いだめしておきましょう。フェニオはこれだけあればいいや。テントが、まあ、とりあえずこんぐらいでいいかな。ありがとうございました。テント使って MP を回復してからセーブして奥行きましょうかね。ネミングウェイはここで何をやってるんですかね。前作では何だろう、結婚した後やっぱり旅に出るとか言って各地をふらつき回ってましたけど。地下2階。力がありますね。エクスポーション、コテージ、なかなかいい回復アイテムじゃないですか。セオドア君めっちゃ狙われてないですか。
大丈夫？耐えられましたけど。ハイポーションで回復しましょうかね。こっちから奥に行けたんだったかな。お宝部屋でした。チェインメール、毒消し。チェインメールはガリに装備させてあげましょうか。修練服、だいぶなんか防御力が低そうですけど、チェインメールの方が強いですね。こっちが正解ルートじゃないとなると違う道ですかね。セオドア君どんどん強くなって、もうガリのレベルを抜いたんじゃないか。抜いてますね。若い子は成長が早いですね。とっても羨ましいです。こっち側に行けば出られるのかな。ここにもセーブポイントありましたね。できればここでセオドア君をレベル25まで強化しておきたいんですけど、まあ、そうしてると時間がなくなるので、もうこのまま行きましょう。セオドア君レベル25になるとレビテトを覚えて、あ、なんだろう、宙に浮けるようになるんですけどね、まあ、それがちょっと後々というかこの後すぐ役に立つんですね。揺れが大きくなってきてます。震源はこの真下だ。やばい。揺れの原因のアンダグランダが出てきました。巨大ムカデですね。こいつはひたすら地震で攻撃してくるので、すぐに回復できるようにしとかないといけません。レビテとセオドア君が覚えてるとですね、二人を宙に浮かせることで地震を無効化できるんですけど、今のレベルだとセオドア君はレビテとを使えないので、まあ、地道に回復したり切りつけたりしながら戦うしかありません。 MP に余裕があるうちはもうひたすらケアルラで回復しながら削っていくのがいいですかね。地震を使ってきませんね。この辺でじゃあバンド技使ってみましょうか。せっかく覚えたバンド技ですし、クロススラッシュ、 X 切り、クロノトリガーで見た技ですけど、使った後はしばらくですねこんな感じで硬直してしまうので、まあ、威力が高い分隙も大きくなります。使いどころは本当に注意しないといけませんね。今のでとどめを刺せたら、まあ、結構かっこよく終わってたんですけどね。地震のダメージ割と大きいですね。本当にレビテトを使えたら楽なんですけど、
セオドア君の MP がなくなりそうなので回復しときましょうか。回復間に合いましたね。よかったよかった。まだ倒れませんね。でもバンド技で結構削ったのに。撃破できました。強敵でしたね。無事か。おかげさまで。今のはここの主でしょうか。らしいな、今では。え？今ではね。昔はミストドラゴンがここを守ってましたけど、今となってはさっきのアンダグランダが主となってたみたいです。兵士の声がしますね。もうすでにここまで来てました。国王陛下の命だ。忠誠心高すぎでしょ。魔物なんですけど、出口まで塞がれてますね。先回りされたか。このままでは霧が出てきた。喋るな。この先ミストにもいなかった。ミストの方まで手が回ってたんですね。バロン周辺に生き返していきました。結構すぐ近くにいたのに気づかれなかったんですね。この霧が僕たちを通しました。ガリさんは思うところがあるみたいですね。洞窟出る前にちょっとここの宝箱回収しときましょうか。さっきこの橋渡ろうとして落とされましたからね。この辺りの宝箱拾えてませんでした。手数は力なんだと。そうですね。二人のうち片方しか攻撃できないとなると、やっぱり削っていくペースもだいぶ落ちちゃいますね。打ち出の小槌結局使いませんでしたね。小人にしてくる敵がいなかったので。じゃあ洞窟出ましょう。アタックはめんどくさいので逃げましょうか。やっと出られましたね。この先はミストの村ですね。村の東の山が崩落しているはずですが、うん、リディアが派手にぶっ壊しましたからね。それを利用する。え、追われる身であれば向かうはずがないからだ。では崩れた山を登っていくのか。待ってください。なぜそうまでしてセオドア君を助けようとしてるんでしょうか。お前のためじゃないさ。前作でも言ってたセリフですけど、ある男を追っている。命に代えても倒さねばならん。何者なんですか。ガリさんが追ってる男は、うん、竜騎士だ。
元バロンのな。その人ならもしかして。ガリさんはカインを追ってたんですね。どうしました、ちょうど。竜が鳴いておる。試練の山7号目この後ろ姿は カインはまだ試練の山にこもっていたようですけど、なんだかちょっと顔色が悪いですよね。といったところで、やっとここでセオドア編が終わりました。全10編のうちの、まあ、第1編がやっとここで終わりましたね。結構時間かかっちゃったな。セオドア君とガリさんはこの後どうするのか気になりますけど、それは後々分かってきます。セーブしときましょうかね。さあ次、本来だとセオドア編クリアするとですね、残りの今表示されている6つのシナリオが解放されて遊べるようになります。順番はまあプレイヤー次第なんですけど、とりあえず上から順番にリディア編をまずはやっていきましょうかね。リディア、第二の故郷である限界を訪れるリディア。だがそこで限界の女王アスラに拒まれてしまう。その時の幻獣をリバイアさんをはじめとした幻獣たちが石像のように動きを止める。まあ、その場面はセオドア編でもちょろっと流れてましたね。駆けつけたドワーフの王の娘ルカと共にリディアはドワーフの城へ向かうが、何が起こるんでしょうか。というわけでリディア編、次やっていきましょう。残りの尺がだいたい30分ぐらいですので、本当にちょっとしか進まないかと思いますけど、やっていきます。ミストの村、セオドアたちがついさっきまで向かっていた村ですけど、ようやくこの大地にも平穏が訪れた。そなたの意志は我らが継ぐ。どうか見守っていてほしい。 FF4 でこのミストの村は、まあ、騙されてしまったシシルとカインが焼き払ってしまいましたからね。そこにリリアが帰ってきました。この格好のリディアは FF4 の時代のリディアですね。ジアフターの時ではないですけど。どうしたんじゃリディア。元気がないですけどね。あ、ヘタレ王子ギルバートが。元気そうで何よりだ。ギルバートはここの復興も手伝いに来てくれてたんですね。ダムシアも結構大変な状況だと思いますけど、セシルたちもミストのことを考えている。若エッジまで。どちらに行かれるのですかな、修行に行くんですか。エブラーナの宝物が売りに出されておるようですが、エブラーナの宝物はエブラーナの復興に使わなきゃな、まあそうですね、そういう時のための宝物ですから。ファブールも多くの資材を運んでくれるそうだ。ヤンのおかげ、そうですね。君の人徳さ、
リディアは大活躍しましたね、召喚とか。マロン長であるセシルド・シドさんが、シドさんも FF4 の時の姿ですね。落ち着けよシド、お前はよく冷静でいられるもんじゃな。もうかれこれ半日になるんじゃろう。生まれた。この場面はセオドア君が生まれる直前の回想シーンなんですかね。来てくれたか。生まれたの。それが、おぎゃおぎゃ。ここでセオドア君生まれたんですね。相変わらず赤ちゃんの顔グラが可愛いですけど、元気な男の子だ。でかしたでどうぞ。名前はもう決めてある。セオドア。なるほど、良いな。じゃセシルのお兄さん、ゴルベーザの本名がセオドールでしたからね、まあ、似てるっていうか、そこから取った名前なのかもしれませんけど。よろしくね、セオドア。そして十数年後、今に至るわけですね。今作では最強の支援キャラになるギル王子、うん、なるんですよ、ギルバート。後々紹介することになるかと思いますけど、リディアのところに村の子供たちが遊びに来ましたね。リディアは、久々に出かけていった、もう一つの故郷にな。もう一つの故郷とは、限界じゃい。幻獣の世界ですね。地底の洞窟から行ける限界ですけど、リディア一人でわざわざここまで行ったんですかね。ここでジアフターの時代のリディアが現れました。相変わらず綺麗ですけどね。リディア今何歳なんでしょうね。幻獣王様リヴァイアさんが、リディアではないか、久しいな。何をしに来たんです、うん、言ったはずです。もう限界は来るなと。なんでそんなに突き放されているんでしょうか。みんなに会いたくなってしまって、もう十分でしょう。さあ帰るのです。冷たいですね。忘れたのですか。あなたはこの世界の住人ではないのですよ。まあそうですね、リディアは人間ですから。こうして時々来るぐらいは許してください。なりません。アスラさんはなんでこんなにリディアを拒むのか、うん、リヴァイアさんまで。リディアは我が子も同然、たまに来るぐらいなら。うん、何かを察しましたね。どうかしたの。この場面がセオドア編でちょっと流れてた部分ですね。今すぐここを離れるのじゃと。心配はいりません。
何王者。お前たちの力もらい受ける。バハムートは我らが主従、セシルを簡単に倒してしまいましたね。リディアとアスラが石にされてしまいましたけど、ここからリディア編始まっていきます。閉ざされた幻獣たち。リディア外に飛ばされたと思ったら、ちょっと離れたところにワープしただけだったんですね。あれは町の人まで石になってますね。自由を奪われている。一体誰がこんなことを。町の人はみんなこんな感じで動けなくなってますので、ちょっとあの後リヴァイアさんとアスラがどうなったのか見に行きましょうか。その前にちょっと町の探索だけしていきましょうかね。この町結構宝物があるので、まずはそれを集めていきます。アイスロット、お金とかアイテムをいっぱい拾えますね。リディアも時間の流れからが結構強めの魔法っていうのは忘れてしまってるようですね。ファイガとかフレア、クエイク、その辺はまだ使えません。召喚も一切できませんね。とりあえずリディアは黒魔法をメインで戦っていくことになるかと思います。町の宝を拾いながら奥の方まで行きましょうかね。リディアはなんというか、年を取るごとに露出度が増していってる気がしますね。見た目が綺麗だからいいんですけど。ボムみたいなのも石化させられてますね。本当にみんな石にされてしまったみたいです。源氏王さんはご無事か。無事なんでしょうか。ククロ鉱石っていうのが、リディア編ではこのククロ鉱石っていうのがいくつか手に入りますけど、これ集めておくと後で役に立ちます。全部で十何個かあったと思いますけど、リヴァイアさんとアスラが動けなくなってますね。なぜ戻ってきた。ごめんなさいリーダー、あなたはここではなく人間界で生きるべき。アスラはこの危機を察してリディアを突き放していたのかもしれませんね。二人とも私のために。勝手に戻ってきた、私のために。失いたくない、子供の頃にミストの村を焼き払われましたからね。お母さんも死んでしまって。とりあえずここを脱出するのが最初の目的ですね。限界を出て
幻獣の洞窟を抜けた上で、まずは地底世界の、なんだろう、フィールドまで出ないといけません。町の出口はどこにありましたかね。リディアが年を取るごとに、なんだろう、露出度が高くなっていくのは、人間社会で羞恥心を学ぶ機会がなかったからか。そういうことなのか。人間社会も大変ですけどね。仲間内でしょっちゅう装備を引っぺがされたりしてますし。さあ、洞窟やってきました。ここから外に出ないといけません。このことを早くみんなに知らせないと。リディア一人なので、なるべく戦闘は避けたいところですけど、この洞窟にもいくつか宝がありますので、それを集めてから外に出るようにしましょう。まあ、敵に絡まれても黒魔法を連発してれば割となんとかなります。もうここまでにエーテルも何個か拾ってますので、MP が切れても回復はできますし。宝を取ってから奥へ行きたいですね。今のところ敵は出ないのかな？これならまあ安全に探索ができますけど。テント。フェニオ。500ギル。お金は大事ですね。絡まれた。雑魚的ですね。でも魔物が召喚。幻獣は現れなかった。そうですね、みんな石にされてますから、呼んでも誰も答えてくれません。なんで黒魔法で戦うしかないですね。ひたすらファイラーを使っていきましょう。全体魔法で楽に一掃できますね。必ず、助けましょう。でもまずは外に出ないといけませんね。ここからランダムエンカウントになるんですかね。弱い敵なので、まあ、本当に楽に倒せますけど、MP 切れというか、使いすぎには注意したいですね。リディアの勝利ポーズというか、勝った時の動きが、FF4 と全く同じですけど、年を重ねてもこうやってぴょんぴょん跳ねるリディア、可愛いと思いますよ。さて、こっちに宝があったかな？ありますね。目薬。リディアはでも魔法メインで戦うので、仮にリディアが暗闇になったとしても、そのまま魔法で戦えるんで、目薬いらないですけどね。敵がそんなに強くないならファイラじゃなくてもいいかもしれないですね。ファイヤとか。銅の砂時計拾えましたか。このフロアはもう宝全部取れたかな。隠し通路もなかったはずですので、次行きましょうか。地下1階ですね。ここを抜ければ
外に出られますけど。あとここにも宝がいくつかありますね。3つぐらい。それ取ったら外に出ましょうかね。エーテル、魔法いっぱい使うのでエーテルはできるだけ取っておきたいです。お店で買おうとすると本当にお金かかりますからね。スケープドールは分身を作るアイテムですか。この先にも隠し通路ありますね。あったあった。羽付き帽子、これは装備品ですね。じゃあ外出ましょうかね。これで多分宝は全部回収できたはずです。レベルやっと上がりましたね。さーて、じゃあ外に出ましょう。MP がなくなる前に外に出られるのが理想的ですけど。ルカ、リディアはルカにここまで送ってきてもらったみたいですね。バルコンもないわ。一体どこに襲われた。これはやばいんじゃないか。このままじゃ上空からの砲撃、一撃で吹き飛びましたね。ルカ、ファルコン号ですね。前作で敵から奪い取った飛空艇、そしてそれをルカが操縦してたと。私に惚れるなよ。ドワーフの王女さんですね、ルカ。前作では本当になんというかちょい役で出てただけでしたけど、今作ではルカ一緒に戦ってくれます。どこに行ってた。今だったらエンジンを改良してテスト飛行自由ですね。シド師匠も免許改善してくれるね。それよりもルカ、クリスタルは無事なのか。急にどうしたの。やっぱりね、嫌な予感がしてたんでしょうか。テスト飛行してたのはエンジンの調子を見るためだけじゃない。また何かが起こっている。魔物も増えてきてるしね。だからファルコンで巡回してた。ほうほう。よくお父様が許したね。独断なのね。師匠への弟子入りだって猛反対されたんだから。上等らしいわ。ドワーフの城が
爆撃されてますね。しまった、赤き翼、バロンの赤き翼。ロテリア乗りましょう。操縦は今私手を加えておりません。自動でドワーフの城まで向かってますけど、大丈夫なんでしょうか。戻ってきましたね。ルカの装備とか確認しましょうか。トンカチとか持ってるんですね。戦い方は前作でいうシドとほぼ同じですね。ハンマーで殴って、あとは敵の弱点を調べたり、そういったことができます。リディアと一緒にバンド技とかもできますけど、それはまあ後々紹介しましょうかね。お城に戻ってきました。みんな結構ピンピンしてますね。なるほど、爆撃されてたとは思えないほど平和っぷりですけど、あの温泉強かった、全然歯が立たなかった。一応しっかり攻められてはいたんですね。クリスタル、この城のクリスタルはもう奪われたんですね。遅かった。巻物を呼びは変な術を使った。何者なんでしょうね。おぶちで、それはこっちのセリフじゃん。勝手に空手で飛び回りよって、バリ式の爆撃で落ちはせん。お久しぶりです。クリスタルしょんぼりしてるけど守りきれなんだ。恥ずかしながら娘子一人にな、あの白い服の女の子に奪われたんですかね。リディアのソナタと同じ術を使いおるぞ。リディアと同じ幻獣を呼び出して戦うんですね。ドワーフ部隊を軽くあしらい、クリスタルを奪い寄った。シドさんは大丈夫なんですかね。本当わしらに負けず頑丈なはずじゃ。シドさんめっちゃ頑丈でしたからね。セシルたちに何かあったの？でなければ赤き翼がこの城を爆撃するなんて、かつての戦の再来のようじゃ。もうすでにまた3つ奪われてたんですね。残るクリスタルは封印の洞窟、封印の洞窟へ向かいましょう。大丈夫、私たちだけじゃないから。どういう意味？あそこに行くにはこの首飾りが必要でしょう。そうですね、前作でも封印の洞窟行くときはルカの首飾りを使って封印を解いた上で奥まで進んでいきました。育ちよって父上に似たんですでしょうね。数日前よりバブイルの塔も不気味な光を放っておる。嫌な予感がしますね。今度はリディア、私が助ける。無理するでないぞ。というわけでこれからですね、地底の世界の南の方にある封印の洞窟に向かうことになるんですけど、その前にお城でいろいろ宝物を回収できるので、宝を取ってからセーブして今回の配信終わりという風にしましょうかね。
結構お城の中たくさんアイテムが隠れていますので、それらを回収して終わりにします。もうなんていうか、あんまり喋ることもなくなってきましたけど、とりあえずね、忘れないうちに回収だけして、お城の構造は本当に前作と全く同じですね。救護室とか、ただ今作では開発室行けなくなってるみたいですね。 FF4 では、なんだろう、 FF4 の開発スタッフの人たちと話せる開発室っていう、まあ、隠し部屋がありましたけど、聞いちゃいます、買ってないラリー。あ、これで開くんですね。前作ではここを通り抜けてからバブールの塔に歩いて向かいましたね。今回は本当に宝箱とかがあるだけで、ストーリー上必ず立ち寄る必要はないですね。本当にアイテム回収するだけのマップになってます。この辺とは違うか。袋鉱石、袋鉱石はですね、まあ、先に言っちゃうと何個か集めた上で、あと素材となる装備品ですね、それを持っていくと、まあ、ある場所でちょっと強めの装備品っていうのを作ってもらえますので、忘れずに回収したいですね。とりあえず今回は本当にお城の中のアイテムを回収してそれで終わりっていう風になりますけど、次回の配信ではもう一気に話を進めてリディア編クリアぐらいまで行きたいですね。セオドア編と比べると難易度はやっぱり高めではありますけど、そんな面倒な手順を踏む必要はないです。なんでまあ90分あればクリアできるかなって感じですかね。右の塔、ここにもアイテムありますね。ちょっと歩き回るのが面倒ではありますけど、回収しておきましょう。許しが出ている、宝を大事に使え、ありがとう。大事に使わせてもらいましょう。クグロ鉱石がね、ここにまた隠されてましたので、あとここ宝箱ありますね。エーテル、魔法は本当に戦力になりますので、右の宝も取りたいな。どうやって行くんだろう。こうか。よしよし、あとは左の塔を見て終わりかな。あれ、引っかかった。こんにちは。攻撃されたけどそう簡単に負けないラリー。ドワーフの人たちは本当に丈夫ですね。また戦が始まるラリー、第三次大戦だ。グーグー、立ったまま寝ていらっしゃる。壺の中にはあったかな、ありますね、ボムの右腕。これは別にいいか。クグロ鉱石だったら欲しいですけど。宝をじゃあ拾っていきましょうか。エルメスの靴、ヘイストになるアイテムですかね。ポーション、あとここに
相馬の雫、うん、いいものゲットできましたね。最終的にこの FF4 ジアフターの、なんだろう、戦闘員、キャラクターですね。かなりの人数になるので、もう早い段階で誰をメインで運用するかっていうのは決めといた方がいいですね。なので、金のリンゴとか、相馬の雫、その辺のアイテムは誰に使うか、ちゃんと計画的に、というか、決めておく必要があります。今はまだ、でも使わなくて大丈夫ですかね。さあ、これで大体場内のアイテムは回収できたので、外に出てセーブして今回の配信終わりにしましょうか。ちょっと時間がかかってしまいましたかね。よし、じゃあセーブしましょう。違う違う、乗りたいんじゃない、間違った、ファルコン号に来てしまいました。なんかちっちゃい子たちが飛空艇を整備してますけど、この子たちは何者なんですかね。言ったでしょ、私たちだけじゃないって、そういう意味。カルコとブリーナよ、今度は力になってくれるよ。なんと、あの前作で敵として登場していたカルコとブリーナが今作では味方になってくれますね。こんなに可愛い姿になって、人形ですけどね。これも指導の技、飛空艇の技術を応用して私が直したの。応用できるもんなのか。さてと、まずはトメラに向かってみるか。トメラ、地底の国のずっと南の方にある町ですね。幻獣たちが使えない今、装備を整えないと。そうですね、白魔法を使える人がこの中に一人もいないので、ポーションとかその辺はたくさん買い込んでおかないといけません。行くよ、ファルコン発進、くるんくるん、決めポーズ。カルコとブリーナは喋りませんね。降りまして、セーブしましょう。本当はここでセーブして終わりたかったんですけどね。カルコとブリーナはまあ武器はナイフ系しか装備できません。体の装備も鎧とかそういうのは無理で、人形用の洋服っていうのじゃないと装備ができないですね。なんでまあ撃たれ弱いし戦わせにくいですけど、まあ、うまく活用すれば結構な戦力になってくれます。どうしようかな。こうしておけばいいかな。カルコだけ前列に出しておきましょう。この状態でじゃあセーブして終わりましょうかね。よし、今度こそ終わりです。どうも、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回はリディア編の続きですね。なんだろう、早いペースで進めば多分次回第3回の配信でリディア編クリアまでいけるかと思います。ジアフターの配信できるのは次は11月2日水曜ですかね。また夜の10時半からだいたい90分ぐらいの時間をとってやっていきますので、続きもよろしくお願いいたします。11月1日の配信はですね、レコードキーパーのイベント攻略配信やっていきますので、まあ、そちらもお楽しみいただけたらと思います。さあ、これぐらいでいいですかね。では改めまして、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ちょっと最後ミスってしまってすいません。ではまたお会いしましょう。おやすみなさい。